あご。これを、丸一日重しを乗せて潰します。明日、本店にも持ってきます。いやー毎度です。キャベツが、高騰しておりますけども、うちの甥っ子が作ってくるキャベツが、いいキャベツなんで、久々に1年ぶりにキャベツキムチを大量に作りました。月に一回、まあ、大根がないときは、月に一回、キャベツキムチを作るんですけど、まあ、夏は、きゅうりキムチとかね、作るんですけど、今回、キャベツのちょっと大きくなっちゃったやつが、うちの甥っ子から届きましたんで、キャベツキムチを今日つけて、明日か明後日には、いい感じのね、もう飯何杯でもいけるような、キムチが出来上がりますんで、常連さんよろしかったら、うちのお店に来てください。ネット通販は、すいません。やっておりませんので。もうね、唐辛子がね、腕に刺さる刺さる、粉がね。うん、だネットでね、ブワーってね、洗わないと、かゆいんですよ。非常にかゆい。顔もちょっとかゆい。うん。ということで、キャベツキムチが、まあ、一週間ぐらい経ったら、あれですね。冷凍にし始めますんで、それまでに、よろしかったら常連さんの方、横須賀中央本店に遊びに来てください。じゃあねー。